今までは本当に勝てなくて、もう国際大会なんてもう大きな舞台すぎて夢の中にいるような感じで、すごい楽しかったです。緊張しなかった。父が地元の道場でコーチをしていて、それがきっかけで始めました。小さい頃はマット運動を遊びでやってるような感じで、すごい楽しかったのを覚えてます。試合に出始めたのが5歳ぐらいで、いつも男の子とかに負けてて、全然試合に行くのも嫌だなみたいな感じでした。ほとんど勝ったことがなかったので、もう試合が嫌でした。先に差しを使って、逆差しを使って相手に、世界選手権は本当に楽しかったです。はい、楽しかった。一番きつかったのは、準決勝のキリギスの選手とやった試合で、残り数十秒まで リードされてて、そこで取り返して、でもまた取られて、もう一回取り返してみたいな、そういう展開になって、最後残ってたのが1秒でした。3年間はきついこともあったんですけど、たくさんの人に支えてもらって、世界大会で優勝できるような結果も出せたので、本当に楽しかったです。アンパンマン、はい、じゃあ入ってていいですか。お願いします。ワンちゃん席どこ。結構後ろの席だったね。そうなんです。大学は経営学部なので、商業科の勉強を続けて、税理士とかの資格を取れるように頑張りたいです。つなげる